はい、大和ピュアラブです。西麻布、六本木、恵比寿の会員制ラウンジの源流は朝鮮のキーセンクラブでした。西麻布、六本木、恵比寿、赤坂などで会員制ラウンジのオーナーをしているのが CIA イルミナティのエージェントの聴導員大学さんの息子の松浦大輔さんと安藤秀夫さんになります。聴導員さんは町井久幸さんの六本木の東亜ビルの管理運営をしていました。松浦大輔さん、聴導員さんは町井久幸さんのルートだということです。町井久幸さんは銀座、六本木、西麻布、赤坂などでキーセンクラブという接待クラブを運営していました。町井久幸さんの後ろ盾はCIA エージェントの小玉義夫さんと岸信介さんでした。町井久幸さんはそのキーセンクラブで女性たちを使って謀略を行っていました。キーセンとは、朝鮮の接待役の女性たちになります。韓国ドラマでも、キーセンの女性たちがよく描かれております。こんな感じになります。朝鮮では、キーセンの女性たちが政治の謀略を担っていました。このように、朝鮮では、キーセンの女性たちが政治的な謀略の道具として利用されてきました。現在の西麻布、南青山、六本木、恵比寿、赤坂の会員制ラウンジも CIA、イルミナティの謀略の場所となっています。謀略の場所であると同時にね、接待の場所ということになりますね。ご視聴いただきありがとうございました。